あ、あるあるある、これだ。ほんとじゃ。すいません、お守りください。すいません、浜屋。すいません。あ、こんにちは、あるです。さあ、今日はこちらの依頼を調べていきましょう。こちらです。じゃじゃん。キワカジハラさん、ありがとうございます。チャンネル登録しました。お、ありがとうございます。皆さんもチャンネル登録をポチッとお願いします。あるさん、小ネタです。ヒーローモードのステージ2の5の夜間に入り、少し経つと武器値がスライドの説明をします。ふんふんふん。その時に武器値が喋ってる間にスライドをすると、ホタル姉さんが隠し台詞を言います。採用お願いします。いつも見てます。ありがとうございます。なんだこれ。 武器値の説明を無視するとってことかな。 ちょっと行ってみようか。よいしょ、2の5で、じゃあ多分マニューバーで行くってことだよね。マニューバーでちょっと行きましょうか。とりあえず武器値が何か言ってくれるまで待ってみよう。よいしょ。武器値が何か言ってくれるかな。移動しつつ、あ、これだな。B でスライドです。はいはいはい。で、別にスライドせんかったら、今スライドしてもいいから、シュッ。ああ、少したと特にスライドしても何も言わないんだ。 OK、 喋ってる間にちょっとスライドしてみましょうか。え、変わるんかな。どうなるか。チュッ。チョッパやスライドは2回連続。うお、ほんとだ。え、すごいなこれ。はあ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 。これ完全に喋り終わった後だったら、あ、言うね。チョッパや、なるほどなるほど。シュッシュン。ああ、なるほど。武器値が喋ってしばらくすると、あの姉さんのセリフがなくなるな。すご。じゃ、最初からスライドしてみよう。シュンシュン。お、なんだ。 今姉さんが先に喋ったね。これは面白いぞ。シュ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 。チョッパや。あれ、なんだこの辺が。多分横に行っても反応せんかったってことは、この辺りから武器値が喋り始めるけど、その前にスライドすればみたいな感じかな。シュシュ。ほら、チョッパやで、さらに、そう、なんかうまくいけば姉さん、武吉姉さんにできるかと思ったけど、姉さんがしゃけみしゃべると、その後姉さん判定はなくなるみたいですね。オッケー、これすごいな。すごい短い期間限定隠し台詞でした。うわ、隠し台詞。オッケー、すご。さあ、続いていきましょう。はい、続きましてこちらです。じゃん。シューター片手に特攻中のタコさん、ありがとうございます。アルさん、小ネタかわかりませんが、息子が見つけました。ほうほうほう。ムツゴロウに絵馬がたくさんかかっているところがあるじゃないですか。ああ、ありますね。そこに絵でガチヤグラ X と書かれている絵馬があります。採用してくれると嬉しいです。アルさんと同じ妻子持ちのサラリーマンからでした。世間は辛い。わかりますよ。いやー、辛いですよなー。いやー、辛いね。よし、行ってみましょう。オッケー、ムツゴロウちょうど来てるんで行ってみましょう。多分絵馬があるってことは、あそこの端っこの南のところだと思うんですが、この中に絵でガチヤグラ X か。どれだどれだ。あ、あるあるある、これだ。本当じゃ。あ、じゃあもうこの辺の×とかって、×じゃなくて X って意味か。へぇ、他にも他にも、カンストできますように、あ、これ X が始まる前だな。カンストできますようにとか、クラゲちゃん、もう踏まれませんようにとか、あるね、あるね。この、上、ここ X。ガチ上がる X になりますようにですね、これ。んで、イカ速が全部揃いますように。あはは、面白いな。なるほど、なるほど。あ、初心者から脱出できますようにみたいなのもあるね。すご。本当だ、あれは
絶対ガチヤグラ X になりたい人が書いたよね。で、僕が書いたのはこの X ですね。どれでもいいんで、早く腕前 X になりたいです。というより、むしろもう、このサラリーマンの方ならわかると思うんですが、ゲームをする時間が欲しいです。いやー、時間がね、時間を言い訳にするのはあんまり良くないんですけど、本当に時間がなくてね、時間があれば俺だって点点点ってね。オッケー、ありがとうございます。俺もここに絵馬飾ろうかな。時間が無限になりますように。麦チョコ遠藤さん、ありがとうございます。アルさん、小ネタです。クーゲルシュライバーはボールペンです。調査お願いいたします。してくれたら嬉しすぎて発狂します。ヨロピックということなんですけど、これはね、武器元ネタシリーズで、まあ、昔やったことがあるんですけど、クーゲルは多分やってなかったのかな？クーゲルはね、そうです。これボールペンなんですよ。で、しかも、クーゲルシュライバーっていうのはドイツ語でもうそのままボールペンって意味なんで、ボールペンです。誰が何と言おうとボールペンです。で、ボールペンがなんでこの、長距離と短距離モードがあるっていう射程のやつになってるかはよくわかんないんですけど、そんな感じですね。ちなみにクーゲルの仕様が未だによくわかってないんですけど、めっちゃ貯めるとターンで、あ、はぁ、あ。え、あ、そういうこと？長距離めちゃめちゃ長くできるんじゃ。嘘？嘘だよ。長距離モードになった時に、あぁ。え？嘘でしょ？あんなことができる。そんな。これ短距離が終わって、長距離になったら、めっちゃ伸ばしとけば。あ、インクが、なんか分かった気がする。クーゲルが。なんだよ。こんな仕様があったのか。今まで分からずにやられとったけ。あ、これはちょっと対策できるな。こうなった時に相手が、はいはい。インクがなくなるまで、長距離モードがめちゃめちゃ続くじゃん。知ってました？みんな。まあ、知っとるよね。ずるいよ。オッケー。次行きましょう。じゃじゃん。マリモさん、ありがとうございます。R さん、初コメ失礼します。オクトの小ネタです。C03A08、過去緑、一心同体8ボールアベック駅のチェックポイント1、過去一番最初含めないで、を道通りに進んでいくと、に、ジャンプマットがあるので、そこの前に立って L スティックを奥にずっと傾けていると、タコちゃんが面白い動きをします。採用お願いします。応援してます。ありがとうございます。A なんで、まあ、ここか。これですね。行ってみましょう。跳ねておる、跳ねておるぞ。うわー、あーははー。よし、これが第一チェックポイントかな。あれか。あったあったあった。このジャンプマットに向かって進むと面白いこと、面白い動きになるみたいです。行ってみましょう。いや、面白い。オッケー。いやー、いいね。あそこにもあるやん。最高やん、これ。オッケー、ありがとうございます。さあ、続いて。じゃじゃん。アルクスピーカーさん、ありがとうございます。アルさん、検証です。試し打ち場の角で、ウルトラ反抗すると変な動きになるそうです。検証お願いします。友達が見つけたそうです。なるほど。はい、溜まりました。角で、角ってこういうとこやね。ここで、ウルトラ、ハンマー！やばい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 。さっきと同じじゃん。さっきのボヨンボヨンと一緒やん。
オッケー、ありがとうございます。さあ、スプラトゥーンは社長サダンではですね、今のような、面白い動きしましたみたいな感じのやつも、ぜひ見つけてもらったら教えてくだされば、調査に向かうかもしれませんので、よろしくお願いします。できればチャンネル登録なんかもね、して調査依頼をいただければ嬉しいです。 OK、 シャ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 ンシャ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 ン、よし。ちなみに今ですね、僕あのカップヘッドっていうアクションゲームにドハマりしておりまして、そちらもね、あの動画を上げておりますので、ぜひよろしくお願いします。あっちはね、なんとね、再生回数はスプラトゥーンの10分の1ではあるものの、見てくださってる方が最後まで見てくれるっていう率がめちゃめちゃ高いんで、よろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。ねーや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 。オッケー、バイバイ、ドン。